ピシーの覚え方、ピシーでずいのとか、力強くて関係するか、要するには関だがるンパクトのあるのていう意味ね。で、そもそもこののはスがするだから、係するのは関の多いとかなんだけど、ピるのは語源不明だからどうしようもないのね。向こうの人もこするのは関係するのはるのは これぞまさしくピシーって話があるんだけどガルの悪い高校に入学した友達から聞いた話でもう入学式当日からもうめちゃくちゃふてくされたもうゴリゴリのヤンキーがいたんだってで初めてのホームルームでみんな初めまして状態なのにもうめちゃくちゃ反抗的な空気出してたんだってで初めての学園生活だからみんな雑巾2枚持参してっつってクラスの担任に預けることになってたのよで出席番号順に名前呼ばれて 教宅の前で雑巾2枚預けるみたいなそしたらそいつ1枚しか持ってきてなくて当然初めて会った担任から突っ込まれるわけよ「君雑巾2枚なんだけど」っつってでその時そいつが初めて喋るからもう何て言うんだろうと思ったら「破れよ」っつってそのまま席戻ったんだって。 もももうううころ多すぎて、頭がね、もうバグるのよもう俺、な何で入学当日からそんなに反抗的なのにホームルームはちゃんと出席してるのかとか何で1枚は律儀に雑巾持ってきたのかとか何でちょっと一級んばりに賢いのかとかね普通うっせえなとか知るかよとかじゃんせめて破いて2枚にしろよって言うじゃんなんで簡潔に破れよとだけ言えるのかっつって もうまさしく簡潔でインパクトはなるピーシーな答えですよ。だからおバカとわかおう。アスパーシーピーシーアンサー。際どくて簡潔な返答。前職は何ですか。SM エムジョーです。アスパーシーピーシーアンサースパイシーだけど。パイシーじゃないよ。ピーシーだよ。けどスペルは似てるよ。アスパーシーピィーアンサー。アスパーシーピィーアンサー。アスパーシーピィティーアンサー。ユーチューブの再生リストで復唱しよう。レベル別に分かれてるよ。